皇后道子、皇后道子、皇后道子、1934年、昭和9年10月20日代は、第125代天皇、近城天皇の皇后、皇族。旧生命は、正田道子。皇室天般に定める継承は陛下。お印は白川。英天は、君位等法官外受賞。明治時代以降初めての民間出身の皇族。 1934年、昭和9年10月20日、日清政府勤務の正田秀三郎、ふみ、1981年、昭和56年に富子と改名した夫妻の長女として、東京府東京市本郷区、現、東京都文京区の東部の東京帝国大学医学部附属病院で誕生。山戸里幼稚園、双葉学園双葉小学校附属幼稚園を経て、 1941年、昭和16年に、双葉学園双葉小学校に入学するが、1944年、昭和19年、疎開のため、神奈川県藤沢市の野木高等女学校付属、小学校、現、湘南白百合学園小学校、群馬県の立林南国民学校、現、立林市立第二小学校、1945年、 昭和20年5月には、長野県の軽井沢第一国民学校、初等科5年に転入、同年9月まで在籍と転校を繰り返し、軽井沢にて終戦を迎えた。双葉学園を受験する際、本郷区山戸里の田原幸太郎を急遽に、一時、在住したこともある。小学生時代の性格は、担任の階層では、真面目な女の子、活発で、価値気だった。 神経質な性格だったとされていて、スポーツが得意な女の子だった。また、ピアノ、絵画、料理、行動も習っていた。1947年、昭和22年3月、双葉学園双葉小学校を卒業するが、当時は品川区五反田に在住しており、通学に不便なことから、精神女子学院中等科へ入学する。1953年、 昭和28年3月、精神女子学院高等科を卒業。中高時代も成績はトップクラスで、当時の愛称は米国の子役であったシャーリー・テンプルのような天然パーマだったことから、テンプルちゃんやミッチ、ミッチと呼ばれていた。1957年、昭和32年精神女子大学文学部外国語、外国文学科、現。 英語英文学会英語英文学専攻を主席で卒業。在学中はクラスの福祉委員、ベリフェアメンバー委員長、プレジデント、全学自治会会長としても活動していた。卒業式では総大として当時を読んだ。自身は大学院進学も希望していたが、両親の意向もあり、家庭に入る。クラブ活動では合唱部、英語劇、 クラブテニス部に所属していた。テニスでは在学中に、新進トーナメントに優勝して、関東学生ランキングの第4位にランクインした。昭和29年度、1954年度の成人の、引き年の読売新聞社主催の感想文では2位に入選した。大学の卒業論文は、ゴーズワージーのフォーサイトクロニエル、バイジョンガルスワーズ大学卒業後にフランス語の、 習得をしながら19世紀の児童文学の研究を続けていた。同年8月、長野県の軽井沢会、テニスコートで開催されたテニスのトーナメント大会にて、当時皇太子だった秋人新納と出会う。テニスコートの誓いにちなんだテニスコートの出会いとして知られる。その後もテニスを通して交際を深めたと言われる。秋人新納は、正田道子。 当時の写真を女友達と題して、区内庁職員の文化祭に出品したが、皇太子日には、旧皇族、家族から選ばれるのが当然と考えられていた時代であり、誰も彼女をお非候補とは思わなかったようである。1958年、昭和33年、ベルギーにて開催された、精神世界同窓会第一回世界会議の日本代表として出席し、 欧米各国に訪問旅行。同年11月27日、結婚が皇室会議において満場一致で可決された。同日記者会見にて記者から秋人新郎の魅力について問われ、とてもご誠実でご立派で心からご信頼申し上げ、ご尊敬申し上げていかれる方だというところに魅力を感じいたしました。と回答。これは 当時の流行語にもなった。また、第一印象について、ご清潔な方とした、秋人新能と美智子の巨大な写真がデパートに飾られる、美智子様塗り絵が発売される等のミッチーブームが起こる。皇太子妃は、皇族、親戚皇家後の旧宮,宮家家設計、白尺以上といった特定の旧家族に属する女性から選ばれるのが、習わしとされており。 平民から日を迎えるということが考えられなかった時代であり、1958年、昭和33年の正田道子上時代は、旧皇族、旧家族らに強く反対された。旧皇族国の宮家出身で姑ともなる皇后良子、当時は、夏に静岡県、御殿場に、高松の宮妃、秩父の宮妃、松平信子らを招き、 東軍様のご演談について平民からとは、あやしからん。と当時の自重と数時間懇談し、日の変更を訴えた。しかし、11月の皇室会議では、猛反対をしていた、秩父の宮妃節子も賛成し、全員一致で可決した。旧皇族の梨本逸子は、秋人親王と正田道子の婚約発表が行われた同年11月27日付の日記に、 朝から良い晴れにて暖かし、もうもう朝からご婚約発表で埋め尽くし、憤慨したり、情けなく思ったり、いろいろ。日本ももうダメだと考えた。と記している。ただ、この結婚に理解を示した自身のギフトもなる昭和天皇の意向もあり、いつ子は以後は表だって批判することはなくなった。1959年、昭和34年4月10日。 皇太子、秋人親王と、成婚する。同日の成婚パレードには、沿道に五十三万人もの市民が集まった。お印は、くさいの出会いの場だった軽井沢にちなんで、白樺とした。晴れがましいご成婚のパレード、民間での祝福ムードとは、対照的に、既選結婚であることや選に漏れた、他の候補者に、た、白川稽子など、 元皇族の霊場がいたことなどの理由から一部の皇族、女官に受け入れられず、元皇族、元家族の夫人らからも様々な非難を受けたとされる。道子妃は1969年に昭和天皇の自重慰霊小生に対し、皇順皇后は平民出身として以外に自分に何かを気に入らないことがあるのかと尋ねたという。一方、元内親王であり、 道子妃の義理の姉にあたる。東、国重子より、自宅のホームパーティーに招かれるなど、好意的な旧皇族も存在した。また、パレードの際にも、暴漢が馬車を襲撃して、取り押さえられる事件が起こった。1960年、昭和35年2月23日に第一子、第一男子・広宮徳人親王が誕生した。出産後、昭和天皇、皇潤皇后より。 ご苦労様でした。しっかり、静養するようにと、ねぎらいの言葉をかけられた。また、広宮徳人の命名は、昭和天皇が言った。神皇の存在は、道子妃の心の支えとなった。道子妃は、当時、側近である、黒木重達東宮侍従に、どのような時でも、皇太子としての義務は、最優先であり、指示はそれに次ぐものとの言葉を語っている。 同年9月22日から10月7日、幕末より数えての日米就航100周年を記念し、アメリカ合衆国連邦政府より招待され訪米へ。ホワイトハウスにも招待された。この折、広宮は出生後7ヶ月となっていたが伴わず、側近にしつけの方針を示したメモ、通称、ナルちゃん憲法を与えて、養育を委ねる。1963年、 昭和三十八年に前後し、週刊誌を中心に、虚偽、報道協定違反の報道が相次いだ。九百六十三年三月四日に、第二子会人が報じられたが、同年三月十日の高順皇后の官理祝いを欠席し、同十一日に、小山いとこが、道子妃の追い立ちを書いた、雑誌、平凡連載の小説、道子様の連載と単行本発行中止を、 区内庁が平凡出版に申し入れ、連載は中止された。直後の3月22日に、区内庁病院に緊急入院、法上機体と診断され、翌23日の午後に、流産の処置手術が行われた。全国資格紙は、道子費の不調を、週刊誌報道や小説問題と関連付け、平凡他雑誌をバッシングしたが、法上期待が、ストレスで起こることはなく、 小説の内容は、東宮御所筋から得ていたと、小山は証言しており、対立する、宮内庁側からの圧力とされる。この時、流山の剣を、ある宮妃に攻められることがあったため、その後も、心身の疲労から体調が回復せず、同年4月より、葉山御用邸にて、約3ヶ月間一人で静養する事態となった。7月8日から交代し、広宮と共に、 軽井沢で過ごした後、9月1日に帰京し、9月13日の山口国体から段階的に公務に復帰した。1965年、昭和40年11月30日、第二子、第二男子、綾宮文人新王誕生。1969年、昭和44年4月18日、皇太子、秋人新王との大密語、第一女子、 のりのみやきよこ内心のお誕生。苦労の多い道子妃にとって、唯一の娘であるのりのみやの存在は大きな心の支えとなったとされる。1977年、昭和52年から10年間は、毎年2人で、両母、私籍訪問を含む、小旅行を行っていた。これら子女の出産にあたり、皇室の慣習である、九十五三年での出産や、乳母制度、 不育館制度を廃止した。1984年、昭和59年、銀婚式となる結婚25周年の会見で、夫婦としてお互いに何点をつけるかとの問いに対し、皇太子が点数をつけることはできないが、努力賞ということでと答えたのを聞いて、道子妃は私も差し上げるのなら、お点ではなく、感謝状をと答え、同席していた記者たちからも、 簡単の声が上がった。1986年、昭和61年3月、子宮禁止の手術を受ける。このため、同時期に予定されていた法米は、翌年に延期、法官は、中止になった。手術の際も夫、皇太子の公務の妨げとなることを好まず、中止の判断は極限まで下されなかった。退院の際、宮内庁病院玄関前で皇太子の胸に顔を。 うずめる姿が見られた。晩年の昭和天皇一家の写真にて、嫁、道子妃が腰を悪くしていた姑、孔順皇后の体を支えている写真が複数公表されている。秩父の宮秘節子とは共にマラソンを観戦した姿も、目撃、報道された。また、次男の文人親王と長女の清子内親王は、高松の宮妃菊子と関係が深く、 孫のように可愛がられていたと言われる。1989年、昭和64年に1月7日、秋人新郎の即位に伴い皇后になる。即位後の記者会見においては、皇太子となり東宮仮御所にて独立する、徳人新郎について、時たまでよろしいから、ビオラを聞かせにいらしてくださると、嬉しいと思いますとのコメントを発している。1993年、 平成5年10月20日、五59歳の誕生日に赤坂御所にて倒れる。同年の宝島38月号には、皇室の危機、菊のカーテンの内側からの証言として、宮内庁職員、大内忠を称する人物による記事が掲載されていた。島田正彦のまとめによれば、その中で大内を名乗る人物は、金城天皇夫妻を昭和天皇に比してカビで、 西洋風な生活を送り、神道よりもキリスト教に神話性が高く、もともと、未知子皇后がミッション系大学の出でもあることから、国民の望む皇室の主としてふさわしくないという批判をし、それを皮切りに、週刊文春などにも皇后に対するバッシング記事が掲載された。宮中の最高権力者となった皇后への主球派の最後の反撃と国民の バクタル反感が背景とされる。このため皇后は精神的な苦痛から失声症となった。これに対し、宝島社及び文芸春秋の関係者宅に何者かが銃弾を打ち込む騒動が起き、このショックと皇后が宮中採取を熱心に言ったことで、事態は沈静化したが、前代とは違う形の効くタブーが明らかになったとされる。翌年に回復し、どの批判も、 自分をえり見る様子がとしていますが、事実でない報道がまかり通る社会になってほしく、ありませんとのコメントを発表している。1994年、平成6年10月20日、官暦を迎える。1995年、平成7年1月31日、天皇と共に、夫妻で、阪神、淡路大震災後の神戸を、見舞い、行行刑。 兵庫県神戸市長田区の菅原市場にその飛行機から自ら切って持参した黄色と白の水線を備えた。この水線は関係者によって永久保存処置が取られ、同市布引きハーブ園内で展示されている。被災地の避難所を訪問し、被災者一人数とに声をかけ、時には手を握り、時には抱きしめて被災者の労をねぎらう様子が大きな反響を呼ぶ。また、 一人の病身の被災者のために自ら布団を敷いた。1998年、平成10年、インドニューデリーで開催された国際児童図書評議会、イビーに際して、ビデオによる講演を行い、日本神話に触れ、日本穂高の日、音立花姫のあずまにおける受水の物語などを弾いて、成婚以来の教中を語った。2002年、平成14年、 イビーの本部があるスイスバーゼルで開催されたイビー50周年記念大会にイビー名誉総裁として出席し祝辞を述べた。これが唯一の単独での海外公務となっている。2002年平成14年10月20日、皇后の満68歳の誕生日に際し、宮内記者会の質問に対する文書5回答で次のように北朝鮮による 日本人拉致問題についてコメントした。小泉総理の北朝鮮訪問により、一連の拉致事件に関し、初めて真相の一部が報道され、驚きと悲しみとともに無念さを覚えます。なぜ、私たちみんなが自分たち共同社会の出来事として、この人々の不在をもっと強く意識し続けることができなかったかとの思いを消すことができません。 今回の帰国者と家族との再会の喜びを思うにつけ、今回帰ることのできなかった人々の家族の気持ちは、察するにあまりあり、その人潮の寂しさを思います。2005年、平成17年10月20日、清子内親王効果前の記者会見では子供たちに対する思いを語り、徳人親王が優しく、よく励ましの言葉をかけてくれたこと、 文人ひとが最新な心配りを忘れない。一方で自分が真実を見失わないようにも注意していたということ。清子内親王誕生の折には、曇りなき晴天に朝から吉兆を感じたこと。清子内親王のおおらかでのどかな性格などを回想しつつ語った。婚礼の朝には民間へ降下するマナ娘を気遣い、抱きしめて励ましたという。2007年、平成19年。 体調を崩し、腸壁から出血。ストレス性のものと診断された。通常の公務と並行して療養した結果、病状は回復したと発表された。同年5月21日からは、天皇と共に、欧州訪問の都についている。8月8日には、須崎御用邸での西養を中止し、天皇と共に、新潟県中越沖地震の被災地を訪問。 しかしながら、2008年、平成20年で、皇后も74歳の高齢となり、健康上の理由から、公務軽減が検討された。2011年、平成23年3月30日、天皇と共に、夫歳で、東北地方太平洋沖地震による、東日本大震災の被災者、約290人が避難している、東京武道館、東京都足立区を訪問し、 行行径、膝をつきながら、一人数と親しく激励した。2015年、平成27年7月29日、皇后は6月末頃から胸の痛みを訴え、その頻度が週に数回程度から徐々に増えてきたため、同月24日に24時間の心電図検査を受けた。その結果、心臓の筋肉に血流が不足する。 心筋拒絶を疑う所見が見られたという。宮内庁は29日、心筋拒絶の疑いがあるため、同年8月9日に東京大学病院で精密検査を受診すると発表した。同病院で冠動脈の状態を CT 検査で確認し、治療を受け、以後体調は安定している。2017年6月9日に体位特例法が成立した。 これにより、金城天皇の大位が実現すれば、同法に基づき称号は、上皇后となるとされているが、歴史的に用いられてきた皇太后、あるいはその略称である、太后の称号を用いるべきとする反対意見もある。第125代金城天皇との間に三子がいる。皇后が家族と共に、出生から結婚までの半生を過ごした小田帝は、昭和初期に、 皇后の父である、翔田秀三郎が構え、清水組によって建設された洋館である。竣工当時は、比較的シンプルなデザインであったが、重層的な増築により、屋根などの装飾が複雑に重なり、天窓などのモダニズム建築の要素も加えられた。近世イギリスのチューダー庁形式の英国風の屋根や、当時流行した木組みを表面に見せる北欧の、ハーフティンバー様式のデザインは、 典型的な上流邸宅しても建設された。邸内は客室兼書祭の中央にマントルピースが備わっており、今にはシャンデリアなどもあり、和室なども存在した。約7 0年間保存されてきた貴重な建造物であったが、2003年、平成15年3月に老朽化を理由に解体された。2004年、平成16年8月26日に旧小田邸。 跡地、皇后、道子の聖火跡と,とされ、後に自由公園であるネムの木の庭が建設された。現在では、公園用地として、品川区が運営している。公園名の由来は、皇后が、精神女子高等学校時代に作った詩である、ネムの木の子守歌にちなんで名付けられた。旧正田邸の門扉を模した、正門、正田邸にあった庭石などがあり、 暖炉の煙突をモチーフにしたガス灯などが配されている。園内には、皇后が歌会しで読んだ、山帽子、ネムの木、ライラックや、皇后のお印ししである白樺などが植えられている。また、皇太子妃時代に、イギリスから贈られたバラプリンセスミチコも、初夏と秋に咲いている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。